和食より韓国料理が文化遺産にふさわしい。え、この人何言ってるの？皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。ユネスコの無形文化遺産に和食が登録されて以降、海外における和食人気が高まっています。2013年に約5万5000店だった海外の日本食レストランは、2017年には約11万8000店に増加。わずか4年で約2倍にまで増加しており、日本食の人気ぶりがうかがえます。その後も海外の店舗数は増え続け、2021年には約15万9000店に。以前はアジアや中南米、中東の増加率が高かったのですが、近年は日本から遠く離れたアフリカでも急速に店舗数が増えているようです。さて、今回ご紹介するのは、ある韓国人男性が和食と韓国料理の違いを知るために日本を訪れたエピソード。当時シェフ見習いだった彼は、和食よりも韓国料理の方が素晴らしく、和食ばかりが世界的に評価されるのはおかしいと思っていたのですが、日本に来たことでその考えは見事に覆されたようです。彼が気づいた和食と韓国料理の違いとは一体どのようなものだったのでしょうか。早速見てみましょう。韓国人の見習いシェフが日本に来た結果。僕の名前はドギョン。20代の韓国人で、ソウルにある和食店で働いている。今日みんなに話すのは、僕がシェフ見習いをしていた頃のこと。日本へ料理の勉強をしに行った僕は、そこで多くのことを学んだんだ。みんなもよく知っていると思うけれど、日本の伝統的な食文化である和食は世界的に高い人気がある。海外のメディアが取り上げる食べ物が美味しい国ランキングでは、日本は上位の常連だし、2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて注目を集めたことは記憶に新しいんじゃないかな。だけど正直、僕は日本へ行くまでは韓国料理こそが世界一おいしいと思っていた。だから和食ばかりが評価されて、韓国料理がユネスコ無形文化遺産に登録されないことが不思議で仕方なかったよ。韓国料理が世界から認められず、和食ばかりがチヤホヤされているのは、もしかしたら日本のロビー活動のせいなんじゃないか。当時の僕はそんなことすら思っていたっけ。それでね、悔しかった僕は和食と韓国の宮廷料理についていろいろと調べてみた。そしたら、和食と宮廷料理では全く勝負にならないってことがよく分かったんだ。韓国人の中には、韓国の宮廷料理は世界に誇れる料理だなんていう人もいる。だけど現実を知ってしまった今では、よくそんなことが言えるなぁと聞いているこっちが恥ずかしくなってしまうね。ところでみんなは、韓食の世界化と言われる韓国料理のグローバル化推進運動を知っているかな。2008年から韓国政府が始めたこの運動の目標は、韓国料理を世界5大料理の一角に押し上げること。韓国料理の優秀性を世界に広めることで、国家イメージを高め、韓国産食材の輸出と在外侨胞、外国に住む同胞の雇用を促進しようとしたんだ。そのために計画されたのが、韓国料理専門の調理師の育成。彼らを各国の在外韓国公館へ送って、著名人などを招待したパーティーを開き、韓国料理を PR しようとしたそうだ。それから、韓国料理アカデミーやキムチの世界化に向けた研究を行う世界キムチ研究所なども設立。世界キムチ研究所については、2010年の設立からの約6年間で1000億ウォン、約100億円もの国家予算が投入されたと知って驚いたよ。さらに、大統領直属の国家ブランド委員会まで設置。ミシュランガイド星付きの韓国料理店100軒達成などの目標が掲げられた。でもね、
当時ソウルにあった星付きレストランは30店舗以下。2023年の最新版ミシュランガイドソウルに掲載された星付きレストランだってたったの35軒だ。しかもこれらのレストランの全てが韓国料理店ってわけじゃなく、その中にはフランス料理や和食の店も含まれている。一方で当時の日本はというと、東京だけでも約200軒の星付きレストランがあった。そして最新版ガイドの三つ星店の数を見ても、ソウルはたったの2軒。それに対して東京は12軒もあるんだから、韓国に到底勝ち目はないよね。さっきも話したように、韓国政府はこれまで韓国料理の魅力を世界に伝えるために、大金を使って調理師の育成や世界的な韓食ネットワークの構築に取り組んできた。2010年度末には、韓食世界化予算としてなんと242億ウォン、当時で約 18.3 億円に上る予算を与党が強行採決。国内の5つ星ホテルに対して韓国宮廷料理のレストランをオープンするように要求した。ところがホテル側は猛反発。そもそも韓国国民にあまり馴染みのない宮廷料理をなぜホテルで提供しなければいけないんだっていうのが理由だったそうだ。そして2011年になると、韓国政府の目論みは大きく狂い始めることになる。同年7月には韓国料理のユネスコ無形文化遺産への登録を目指して登録推進委員会を設置したものの、登録に失敗。さらに2013年には世界キムチ研究所がドイツのベルリンとフランスのパリで韓国料理の認知度調査を実施したのだけれど、その結果は散々なものだった。なんと韓国料理の定番ともいえるキムチチゲの認知度は 16.1%、 ビビンバとプルコギに至っては 5% 前後の認知度しかなかったんだ。ちなみに日本の寿司の認知度は 95.2%、 タイの屋台料理であるパッタイでさえ 30.2% の認知度があった。こうして比べてみると、海外における韓国料理の認知度の低さがよくわかるよね。そして2016年になると、ついにミシュランガイドソウルが誕生。やっと韓国料理スポットライトが当たるんだと多くの国民が期待した。ところがこれは韓食財団と韓国観光公社がミシュラン側へ4億ウォン以上の金銭を支払って発行させただけということが判明。韓国のネット上では、美味しい店の宣伝に4億ウォン？なぜ国が金を出す必要がある？国家の恥だ。税金がこんなことに使われるなんて、などと怒りの声が数多く上がっていた。とにかく調べてみるとわかるのは、韓国料理の魅力が世界に伝わっていないということばかり。それで僕は和食と韓国料理の違いを自分の目で確かめてみたくなり、日本へ修行に行ったというわけさ。そこで感じたのは、和食は韓国料理よりもはるかに繊細で上品だということ。通っていた日本の料理学校では最初に旅館の料理を見せられたのだけれど、和食には勝てるわけがないと思ってしまったね。料理の満足度を決定づける要素として味が大切なのは当たり前。でもね、料理は見た目も重要で、全く同じ味の料理でも盛り付け方によって食べた時の満足度は大きく変わってくる。そして世界中の料理人に影響を与えているという和食独特の盛り付けにはたくさんの手法があって、本当に美しいんだ。器にこだわるだけではなく、自然の葉っぱなどを下に敷いたり添えたり、葉っぱで食材を包んだりして季節感を演出。時には柿や柚子などの果物で器を作ってしまう。それから驚いたのが、材料を切る際に細工をして風物や動植物をかたどった形にする飾り切りだ。立体的な梅の花をイメージしたねじり梅や、穴に沿って形を整えた花レンコン、きゅうりの蛇腹切り、かまぼこで作られた扇など切り方は実に多様。しかもこういった飾り切りは
一流シェフだけのものではなく、一般家庭でもリンゴをウサギの形にしたり、煮物用のこんにゃくを手綱状にしたりする飾り切りを料理に取り入れているんだ。あとは配色へのこだわりも忘れてはいけない。和食の世界では小、王、尺、白、黒、つまり青、黄、赤、白、黒の5色が盛り付けにおける基本的な配色と言われていて、これらを彩りよく合わせることで見た目はさらに美しくなる。その上、青は安心感、黄や赤は食欲増進、白は清潔感、黒は引き締めといった意味まで込められているんだよ。それから和食に使われる器の種類は世界一とも言えるほど種類が豊富。風景や動物が描かれたものが多く、季節ごとに器の絵柄を使い分けているんだ。とにかく色彩やバランス、食材の性質など全てを計算し尽くして作られるのが和食。つまり和食には無駄なものが何一つないのさ。その上、和食は健康的。和食が無形文化遺産に選ばれた理由の一つは健康効果だとも言われているんだ。日本人は欧米人に比べて肥満率が低く、長寿であることが知られているけれど、それは和食のおかげ。旨味をうまく使って動物性油脂の摂取を抑えることで、和食は栄養バランスのいい食事になっているんだ。ちなみに和食によく使われる日本の食材として最も認知度が高いのは豆腐。海外でも日本と同じように豆腐の名称で販売されているんだよ。豆腐には必須アミノ酸のバランスがいいタンパク質のほか、カルシウム、マグネシウム、脂質、鉄、亜鉛、炭水化物、銅、ビタミン E、ビタミン B1、食物繊維、葉酸、カリウムなどの豊富な栄養素が含まれている。しかも豆腐は味が淡白であっさりとしているから、調味料や薬味をかけてそのまま食べたり、料理に取り入れたりするなどのアレンジがしやすい。健康的な上に難しい調理が不要で、アレンジの幅もあるから外国人の間でも人気となっているんだろうね。あとはパスタの代用品にもなる白滝や、ジャパニーズヨーグルトと称される甘酒も海外で人気の高い日本の食材なんだよ。そして自然の美しさや季節の移ろいを料理で表現した高い芸術性も和食が高く評価されているポイント。日本は四季がはっきりしていて、その時期ごとに旬の食材がある。それらを和食に取り入れているのは、食事から四季を感じてもらおうという心遣いの表れなんだよね。もはや和食は世界共通の公用語。日本から遠く離れた国にも和食の店はたくさんある。一方、海外で韓国料理を提供する店は思った以上に少なく、本格的な宮廷料理を食べられる店なんてほとんどない。そもそも韓国の宮廷料理は韓国人ですら映像や本で見たことがあるだけの人ばかり。大都市のソウルでも宮廷料理を出している店は少なく、わざわざ高いお金を払ってまで食べたいと思う人は少ない。そんな料理を世界から評価してもらおうなんて、あまりにも無謀だと言わざるを得ないし、和食と勝負になるわけがないんだよ。和食はこれからもますます世界の注目を浴びていくことになるだろう。だから僕は日本から韓国へ帰国した後、日本人が経営する和食店で働くことを選んだ。そして今も日本人料理長から匠の技を学び続けている。もちろん僕は韓国人で、子供の頃から慣れ親しんできた韓国料理も大好きだ。だけど和食の素晴らしさを知った今では、キムチは世界的にも有名だとか、ビビンバは最高などと主張している韓国人を見ると、ちょっと恥ずかしさを感じてしまうんだよね。海外の反応。日本の料理人は確かに実力があるよね。イタリアやフランスで活躍する日本人シェフは多いし、パリの一流フランス料理店を日本人が支えているという話もあるくらいだ。それから
日本のレストランをベンチマーキングしたり、スタッフを日本へ修行に行かせたりしている韓国料理店もあると聞く。日本のレストランからは学ぶべきことがたくさんあると思うよ。韓国料理は店側も客側もコストパフォーマンスばかりを重視して、料理の技術には目を向けていない。その一方で和食は料理そのものが技術として探求されている気がするね。和食は見た目に細心の注意を払っていて、味付けが独特だけど、その独特な味は変な癖がなくあっさりとしていて、外国人にとってもさほど抵抗感がない。東京ではまずいレストランを探す方が大変なくらいだよ。ミシュランの星付きレストランが美味しいのはもちろんだけれど、フラッと入った小さな定食屋でもびっくりするほど美味しかった。日本各地の名物料理を食べまくる旅をしてみたいわ。だって日本を紹介する番組を見ると美味しい食べ物の話ばかりなんだもの。近所にある日本食レストランへ行ったことはあるけれど、テレビで見た日本食とは全然違うものだった。やっぱり日本へ行って本物の日本食を味わってみたいわね。まとめ。和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたのは、料理そのものだけではなく、日本人の自然を尊ぶ精神から来る食習慣が評価されたから。多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、健康的な食生活を支える栄養バランス、自然の美しさや季節の移ろいの表現、正月などの年中行事との密接な関わりの4点が和食の優れた点として認められました。しかし現代では農業技術の発展により、旬に関係なく様々な野菜や果物を一年中食べられるように、また外食やコンビニ利用の増加、食生活の欧米化により、日本国内では和食離れが進んでいます。そこで日本政府は2015年に一般社団法人和食文化国民会議を設立。和食文化を国民全体で保護・継承するための活動を行っています。日本独自の風土と歴史に基づいて、日本人の健康的な食生活を支え、人と人、地球とをつなぐ役割も果たしてきた和食文化。日本人の食生活は時代とともに移り変わっていきますが、私たちも改めて和食を見つめ直し、その素晴らしさを後世に伝えていきたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。